ございます。7月17日水曜日の東京インフォメーションです。東京都は高齢者の万引きなどについての悩み相談を受け付ける窓口を設置しています。高齢者よろず相談、万引きなどの犯罪行為に関する悩み相談では、万引きなどをしてしまう高齢者本人や身近にいる家族などを対象に無料で相談を受け付けています。社会福祉士や精神保健福祉士が電話で相談に対応し、必要に応じて専門的相談機関の協力を得るなどして、本人の状況や生活環境などを把握、確認することで的確な支援につなげます。電話番号は03-6907-0511。12月27日金曜日まで土曜、日曜、祝日を除き、午前9時から午後5時まで受け付けていて、秘密は厳守します。匿名やニックネームでの相談もできます。観察結果や調査結果から作成された統計グラフの出来栄えを競う東京都統計グラフコンクールの作品を募集しています。このコンクールは統計知識の普及と統計の表現技術の向上を目的に毎年開かれていて、今年で67回目となります。対象は都内在住、在学、在勤の小学生以上で、テーマは自由ですが、小学4年生以下の応募は自分で観察または調査した結果をグラフにしたものに限ります。合作の場合は1作品5人以内。応募点数に制限はありませんが、2枚以上にわたるシリーズものは応募できません。作品は9月5日、木曜日必着で総務局統計部まで持参または郵送してください。また都議会議事堂1階の都政ギャラリーでは、昨年度の入賞作品展が今月24日水曜日から30日火曜日まで、27日土曜日を除き開催されます。食肉市場のことがよくわかるお肉の情報館が今週末臨時開館します。食肉市場の中にあるお肉の情報館は、通常土曜日と日曜日はお休みですが、今週の土曜日の20日は午前10時から午後6時まで臨時開館します。館内には食肉市場途上の役割、お肉の生産・流通の流れやリアルな内臓模型が展示されていて、差別・偏見の歴史についても展示や DVD で分かりやすく紹介しています。また美味しいお肉や食卓にお肉が届くまでについての質問などに職員が詳しく答えます。このほか市場博士になれるクイズ、自由研究に役立つ資料や記念品のプレゼントもあります。お肉の情報館は品川駅港南口から歩いて5分の食肉市場センタービル6階で、入館は無料です。なお臨時開館は夏休み中の来月24日土曜日にも実施されます。都と東京都交響楽団は今年もサラダ音楽祭を開催します。東京2020大会の機運を高めるために開催される東京メットサラダミュージックフェスティバル、通称サラダ音楽祭。赤ちゃんから大人まで誰もが参加でき、音楽の楽しさを体感、表現、発信できる音楽祭です。今年は規模を拡大し、メインプログラムは9月14日土曜日から16日敬老の日まで池袋エリア一帯で開かれます。東京芸術劇場では東京都交響楽団の音楽監督を務める大野和志さん指揮のロメオとジュリエットと、0歳の赤ちゃんから入場でき会場の全員で歌う OK オーケストラが開催されます。また歌、ダンス、楽器体験、作曲のワークショップや街中ミニコンサートなど多彩なイベントも用意されています。このほかサラダ音楽祭の特別プログラム、スペシャルコンサートが9月19日木曜日に東京芸術劇場で、10月27日日曜日に日比谷公園大音楽堂で開催されます。東京インフォメーションのホームページにはより詳しい情報へのリンクがありますので、どうぞご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。